ただいま11時24分12時から美容院なので急ぎます。おはようございます。今日は7時に起きる予定が起きたら9時でしたので、予定変更で12時から美容院に行って、パスポートを取りに行って、カフェでいろいろやることをやってからバイトに行きますっていう今日の1日密着です。ぜひ最後までご覧ください。何色でしたっけこれ。グレー系とブルーとなんかいろいろ混ぜてます。あ、そうです。アッシュ系になります。アリクシーカラー。アリクシーカラー。アリクシーカラー。はい、完成。リラックスしました。はい、美容院に行って今パスポートの証明写真を撮ってきたので、今からパスポート申請に行きます。ただいま5時48分で6時からアルバイトです。スタバ行った後に買い物をしました。好きなシールムリン。はい、私のバイト先です。私が書いた看板。今日も頑張りましょう。おいおい、やば、全然頑張ってへん。お疲れ様でした。バイトが終わりました。店長です。今日のまかないは牛タンのチーズカレーです。イエーイ。はい、召し上がる。いただきます。お疲れ様です。牛タンチーズカレーと生ハムのサラダです。いただきます。ごちそうさまでした。今日もお疲れ様です。お疲れ様です。今最寄りに着いたのが12時2分です。お母さんが自転車を駅に置いてくれてるので、お家に帰りましょう。ただいまお家に着きました。12時過ぎです。シールムリンで買い物をした購入品を見せようと思います。またリブニットパンツ。でもこれはね、センタースリットが入ってて、私163センチで S サイズを買いました。長さがね、ちょっとずっちゃうのが嫌だから、あんまり。次は私キャミソールとかが多いのでカーディガンです。なんかこう普通に締めても着れるらしいんで、電車とか建物の中とかでは着ようと思って。素材がねめっちゃいいね。何だっけな、綿とリネン、なんてわかるかな、このサラサラ具合。薄いんでこうカバンの中に忍ばせておきます。次、来月ハワイに行くって言ったらフォロワーさんが教えてくれた石田ニコルさんのハワイ本、ハワイのおすすめがあったらぜひコメントで教えてくださいってな感じで、今日は大学生のとある夏休みの一日を撮ってみました。あの一日密着はリクエストがすごい多いので、またぜひしようと思います。では最後にコメントといいねと高評価をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。